ある、こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け、短波放送でお送りしています。潮風の放送内容は、拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと、日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は、東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け、短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。それでは日本語のニュースと解説、日本海に架ける橋をお送りします。調査会の代表を務めます荒木和弘です。潮風をお聞きの皆さん、潮風はこれまでの短波放送に加え、平壌時間7月30日0時から30分間、周波数 1431kHz で中波放送を開始することになりました。中波放送も短波放送同様に毎日放送します。繰り返しお伝えします。潮風は平壌時間7月30日の0時から30分間、周波数 1431kHz で中波放送を開始することになりました。中波放送も短波放送同様に毎日放送します。これからの潮風は平壌時間22時30分から0時5分までは短波放送、0時から0時30分までは中波放送、そして1時30分から2時30分までは短波放送でお聞きいただくことができます。新たに始まる中波放送は 1431kHz、 平壌時間0時から0時30分に放送します。どうかこれからも短波中波の潮風をぜひお聞きいただき、可能な限り私たちに情報をお送りください。私たちは必ず皆さんを救出します。潮風共同公開収録についてお伝えします。7月
15日、北海道の札幌市で、ふるさとの風、潮風共同公開収録、希望の光、届け海を越えてが実施されました。このイベントは、政府の放送ふるさとの風と、この潮風が共同で行ったもので、まず北朝鮮向けラジオ放送についての解説、そしてご家族のメッセージ収録ということで、増本留美子さんの弟さんの照明さん、斉藤博さんのお姉さんの由美子さん、そして神谷慶五郎さんのお嬢さんの北越優子さんがメッセージをそれぞれ収録しました。また拉致被害者救出を願う共同コンサートとして、山口彩希さん、さやさん、宇佐美由美子さんが歌を披露し、また会場に参加した全員と共に歌いました。このイベントでは政府側からベリカードについての詳しい説明があるなど、盛りだくさんの内容で、今後日本中にさらに放送され、そしてこの潮風でも次の放送からその実際の内容について流してまいります。ぜひお聞きいただきますようにお願いいたします。ふるさとの風、潮風共同公開収録についてお伝えしました。脱北者を名乗る北朝鮮の男性が山口県にたどり着いたニュースです。山口県警によりますと、7月16日11時15分ごろ、朝鮮半島に近い山口県長門市仙崎の仙崎港で、外国人風の男性がいると住民から県警に通報がありました。県警は仙崎駐在所の近くで男性を保護しました。北朝鮮国籍の25歳で脱北の意思があると説明しており、保護を求めているとのことです。この男性の説明では、3日前に北朝鮮のチョンジンを出発し、15日の夜9時ごろに知人の木造船で日本の海域に到達した後、ポリタンクに捕まって海に飛び込み漂流し、16日の6時ごろに仙崎港に上陸したとのことです。男性は黒ズボン、黒色の T シャツを着ており、現在のところ健康状態に異常はない。また北朝鮮で韓国の映像を見ていたのが発覚し、警察から逃げ回っており、脱北するしかないと思ったと話しているとのことです。男性の説明は矛盾点もあり、必ずしも事実ではないようですが、北朝鮮の男性がともかく不正常なルートで日本に上陸したことは間違いがありません。改めてこの事実関係については確認をしていく必要があると思います。またこの放送機の皆さんにはぜひとも教えていただきたいのですが、日本に入ってきた場合に、日本政府は北朝鮮当局と違って無条件に射殺するとか、そのようなことはいたしません。必ず保護をすることになっています。どうか脱出する際はその点を十分に考慮しておいでいただきたいと思います。ただし日本に来るまでの距離から考えるとかなり危険ですので、その点も含めて事前に連絡をされるのが最も適当ではあると思います。以上、北朝鮮の男性が山口県に上陸したニュースでした。こちらは潮風です。国連が拉致した大韓航空機の女性乗務員など14名の情報を出すように北朝鮮に求めたとのニュースです。
北朝鮮が1969年大韓航空機拉致事件の未帰還者1名と中国から強制的に北送された脱北者など合わせて14人に対する情報提供を北朝鮮に公式的に要請したとアメリカの米国の声 VOA 放送が19日報道しました。国連の人権理事会の傘下にある強制的非自発的失踪に関する実務グループは最近発表した報告書です。これらの拉致に関する事実確認と行方を知らせることを北朝鮮に通告したと VOA が伝えています。実務グループは大韓航空機拉致被害者チョン氏以外にもクン・キョウジュ氏など中国で逮捕され北朝鮮に強制送還された脱北者5名ペク・チョルボム氏など北朝鮮で逮捕されたものと思われる住民6名そしてチェ・フンシク氏など韓国朝鮮戦争当時拉致された2名など13名についての情報提供も北朝鮮に要請したと VOA は報道しています。実務グループが情報提供を要求した大韓航空機拉致被害者は大韓航空乗務員であったチョン・ギョンスク氏です。実務グループは報告書でチョンさんが1969年12月11日北朝鮮の大韓航空旅客機拉致事件の時に拉致されたものとすると VOA は伝えました。当時46人の乗客と4人の乗務員を乗せてカンヌンからソウルに向かった大韓航空旅客機は北朝鮮のスパイによって米韓領上空で拉致され北朝鮮に連れて行かれました。これについて国際社会の非難が強まると北朝鮮は翌年2月乗客50人のうち39人を板門店を通して帰還させました。しかしチョンさんを含めた11人は現在まで帰ることができずにいます。大韓航空機拉致事件の未帰還被害者の中で一人であるファンウォン氏の息子インチョル氏は2010年6月国連傘下の実務グループを通じて北朝鮮に父の生死確認を要請したが北朝鮮は2012年、大韓航空機拉致被害者は強制失踪に該当せずこのような事例は敵対勢力による政治的な陰謀でありファンウォン氏の生死は確認することができないと答えたと明らかにしたことがあります。1980年に設立された実務グループから失踪事件を受け付けて審査した後これを拉致疑惑国家に通告し明確な調査結果を知らせるように要請しています。以上、国連が大韓航空機拉致事件をはじめとする拉致被害者等14人の消息を北朝鮮に明らかにするよう求めたというニュースでした。7月19日に北朝鮮はまたミサイルの発射を行いました。今や国際社会で様々な事件が起きており、北朝鮮が年中行事のように発射するミサイルもほとんど話題にはなっていませんが、このようなことは少なくとも北朝鮮にとってプラスになることは何一つありません。今後さらに国際社会での圧力が強まり、そしてまた東アジア全体の大きな変化が予想される中、金正恩政権の残り時間は確実に少なくなっているものと思われます。その情報を今後も潮風はお伝えしてまいります。引き続き潮風をお聞きください。
続いて救出への道のコーナーです。こちらは北朝鮮による拉致被害者増本留美子の弟増本輝明です。先日札幌で行われた塩風の収録聞いていただけたでしょうか。耳ね、聞いていましたか。実はあの日札幌を含むに北海道の JR 北海道がまた許可を得まして、2時間ほど電車が遅れてギリギリ入ってしまったもので、考えがまとまらずに伝えることを伝えておりませんでした。実は船子の娘ナミが9月3日に結婚します。鹿児島に帰ります。鹿児島の男性と結婚をします。もうすでに同居しているようです。しかも間って今お袋が住んでる町、親父の墓のすぐそばにマンションでもないな、アパートを借りてそこに住んでいます。だから親父の墓参りもしてくれるのではないかと、淡い期待を持っています。おそらくずっと鹿児島に住むんだろうと思います。だから墓守りは任せるつもりなんです。よかった、久しぶりに増本家に啓示というか祝い事が訪れました。ルミネがいなくなって、なかなか祝い事がなくなって笑いが消えていた中で文子が結婚し、そして波が生まれ、10年ほど前に私が結婚し、そして娘ゆきえが生まれました。ゆきえが今小学校に入ろうとしているんですけども、この前、幼稚園の塾に行った時に、先生から魔法の石があります、それに触って願い事を言ってくださいと言ったら、ルミ子おばちゃんに会いたいですということを言っていました。それを絵に描いてくださいって言ったら、檻に入れられたルミ子おばちゃんを描いていました。自分の姿も描いて、ルミ子おばちゃんと手を結ぼうとしている姿を描いていました。小さい時からルミ子おばちゃんは北朝鮮に連れ去られていったのよといったことを教えておりましたので、おばちゃんが檻の中で苦しんでいるというその感じを持っているんでしょう。ことあるごとにルミ子おばちゃんに会いたいとこの頃言うようになっております。七夕の短冊にも願い事を書いた時に、ルミ子おばちゃんに会いたいという言葉を一番先に書いていました。このことを伝えたかったんです。早くルミ子おばちゃんに会いたいという娘ゆきえの思いを叶えるためにも生きて帰ってください。それと、せっかく札幌に行ったので、私たち北大生の愛唱歌も歌っておけばよかったと思っていたんですけれども、それも歌えずに水だけを言ってしまいました。水以外には歌ったことがなかったので、この曲を聴いてください。札幌の学校は江戸ヶ島、熊が住むあれのに立ってたる大校舎、こっちゃエルムの木陰で心理解く、こっちゃへこっちゃへ。札幌の学校は江戸が島、手入れ山、夕焼け
思春こちゃえこちゃえ札幌の学校は江戸島暗くし Be ambitious boys とこちゃ学府の元にを残しゆくこちゃえこちゃえ皆が帰国して落ち着いたら北海道一緒に行きましょう。6月が一番いいかな。いっぱい命が息吹く6月7月そのあたりに行った方がいいかもしれない。北朝鮮の夏とは違う本当に花のいっぱいある素晴らしい時期です。一緒に行きましょう。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、増本照明がお送りいたしました。日本政府からのメッセージです。7月15日北海道札幌市において拉致問題対策本部事務局および特定失踪者問題調査会の調査により北朝鮮向け短波ラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録 in 札幌希望の光届け海を越えてを開催しました。同行事では日本における在北朝鮮短波ラジオ放送の活動について紹介すると同時に拉致被害者の皆様や北朝鮮住民に向けたメッセージを伝え北朝鮮へ向けて短波ラジオでの生放送を行いました。日本政府は日本語番組ふるさとの風を毎日日本時間の夜10時30分から 9900kHz 夜11時30分から 9560kHz 夜1時から 9470kHz で放送しています。こちらは潮風です。潮風をお聞きの皆さん、潮風は北朝鮮による妨害電波対策のためたびたび周波数の変更を行って放送しています。潮風の放送周波数は夜22時30分から23時30分までは 5935kHz または 5965kHz または 5985kHz のいずれか、夜23時35分から0時5分までは 5935kHz または 5985kHz または 7325kHz のいずれか、深夜1時30分から2時30分までは 5915kHz または 6090kHz または 6165kHz のいずれかです。我々は全ての拉致被害者を救出するときまで放送を続けます。今後とも潮風をお聞きください。こちらは潮風です。皆さんの情報をお送りください。電話は日本の国番号81の後に805894-8383、国番号81の後に805894-8383、ファックスを送られる方は国番号81の後に35684-5059、ファックスを送られる方は国番号81の後に3そして5684-5059、郵便を送られる方は東京中央郵便局支所箱10225、東京中央郵便局支所箱10225にお送りください。
電子メールを送られる方は comjanSYTE2003@chosa-kai.jp 電子メールを送られる方は comjanSYTE2003@chosa-kai.jp 以上です。電話でもファックスでも郵便でも電子メールでも何でも構いません。皆さんの情報を私たちのところに送ってください。またこの放送をお聞きの日本語のお分かりの方で拉致被害者などに関わる情報をお持ちの方は先ほどの番号でぜひとも私たちのところに送ってください。以上で日本海にかける橋を終わります。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、様々な事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。潮風の放送内容は拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は、東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、様々な事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。 JSR、 こちらは潮風です。